皆さん、こんにちは。えー、慶應義塾大学と武蔵野大学で教員をしています、前野隆です。ウェルビーイング、幸せの研究をしています。エミーとゼニーのワークショップっていうのもですね、昔やりましたね。応援してます、もちろん。えー、僕のブログ、2016年1月17日のブログにですね、えー、ワークショップ報告といって、まあ、2016年ですからもう8年前、私とですね、安井先生の若い頃の写真も載ってますし、 そのエミーゼニークラシック。まあ当時はクラシックって言ってないんですよ。エミーゼニーのワークショップ。今となってはクラシックと呼ばれてますが。これをやった時の、まあ、ネタバレになりますが、えー、結果が書いてあります。まあ自分でも驚いたんですね。ケーキの絵が書いてあったり。えー、みんながですね、騒然となっているところが <laughs> え載っていますが。えー、経験していただきたいですね。エミー、えー、利益最大化。え、あ、違う違う。エミーは、え、エミですから。笑いですから。 感謝最大化。それからゼニー。ゼニーが、えー、利益最大化ですね。こ,これだけを変えて同じビジネスゲームをやったのに結果が全然違うんですよ。これは体感してください。資本主義の枠内でもちょっとルールを変えるだけでこんな幸せな社会が作れるということの、えー、実践例です。エミーゼニークラシック。ぜひ皆さん参加してお楽しみください。それではまた。